今日は日帰りで静岡の方に行ってきたいなと思います。今の時間7時45分なんで、早速ね駅に向かおうかなと思います。はい、おはようございます、ゆうです。ということで今ですね JR 東海道線の車内にいます。この電車は今まもなく平塚にね止まる頃合いですね。でこんな感じで今グリーン車でね、優雅に過ごしているんですけど、まあ、熱海まで、この車両に乗ります。そこから先はですね東海道線の、三島沼津方面の電車に乗って静岡を目指したいなと思います。ではね、それも熱海まで景色を撮ったのでお楽しみください。The doors on the left side will open. Please watch your step when you leave the train. はい、ということで静岡駅に到着して改札から出てきました。ここからですね、昼飯を食べたいなと思います。はい、静岡駅からですね静岡鉄道バスに乗ってだいたい10分ぐらいのところにねバス停があって、そこからまた歩いてトロ遺跡の方に来ました。まあ、トロ遺跡って多分ね学校 あの日本史の授業とかでもねやって多分聞いたことある人もいると思うんですけどね、そこまで行ってきました。結構ね楽しむことができたんで、まあ、動画ね結構たくさん撮ったんで、よければね見てください。
ということでね、トロ遺跡の方から、またバスで静岡駅に戻ってきて、そこから徒歩でですね、今度はもみじ山庭園というところに来ました。はい。ここはね、調べて、庭園が150円かな。その値段でね、入れると聞いて、来てみました。駅から15分なんで、まあ、そこそこ、なんか歩いた感じしますね。まあ、ただそんな坂とかはないんで、比較的楽に来れました。ではね、中の様子をお楽しみください。はい、ということで、もみじ山庭園を後にして、新静岡駅に来ました。ここは静岡鉄道の駅ですね。まあ、JR の静岡駅から若干離れてるんですけど、そこから、新静岡からですね、新清水までね、乗っていきたいなと思います。そしてまた新清水から、新静岡の方にね、戻って、電車の写真を撮ったら、今度は夜ご飯食べていきたいなと思います。
夜飯を食べてですね、静岡駅に戻ってきました。ここからですね、電車に乗って、また在来線の普通列車を乗り継いで帰ろうかなと思います。はい、ということで駅のホームに着きました。まあ、ただですね、電車があと30分ほどね、自分の乗る電車が、まだ来ないので、その間にですね、まあ、ホームにいる電車を撮影していこうかなと思います。はい、そしてね、無事に電車に乗ってこの後は家に着きました。ということで今回はですね、静岡旅の動画でした。ご視聴ありがとうございました。